Hey guys, Dracoly here, but another bit 67 is coming up. Let's get to it. これはこれは、黄金の騎士オン自らお出迎えいただけるとは。相変わらず気難しいお方だ。この新王陛下からの勅命だ。エルステ帝国の崩壊によるファータグランデ空域の治安低下を陛下は懸念されていらっしゃる。そこでお前は黒の騎士に代わり、このファータグランデ空域の治安維持に尽力しろ。おや、そういった仕事は秩序の気空団を率いる青の騎士の管轄では。最初は青の騎士に勅命が下ったと。しかし青の騎士はアウライグランデ大空域を抜け、ナルグランデを航行中に賊と遭遇。今はその賊を確保するためナルグランデ空域に残ったのだ。これというのもお前がナルグランデで叱るべき責務を果たさないせいだ。せめてもの罪滅ぼしとして真摯に任務に当たることだな。やれやれ、これは手厳しい。陛下から命じられ、ルーマシー軍刀でお前は青少女ワーカー社を監視していたはずだな。なぜエルステの手の者がアーカー社を持ち出した時何も手を打たなかった、うん、答えろバラゴナ。物事はなるようにしかならない、それが私の答え。お前は私をおちょくっているのか。そもそも自身の祖国を見殺しにしたような奴が信用に足るはずがないのだ。やはりお前は信用ならない。即刻必要の座を辞退することだな。それは今現在私にヒーローの名を許している新王陛下の御心を疑うということかな。なんだ今のは。雷っつにゃちと衝撃がでかすぎるな。どうなってんだよ。なんなんださっきの。休憩中すまない。キコーラも先ほどの音は聞いたな。音だけじゃねえさ。ありゃ一体何だってんだ。
それは私にもわからん。ここに長く勤める者も初めての経験だそうだ。だが幸い、音と衝撃が発生した際、外にいた団員たちが巨大な光の柱を目撃している。私はこれからその光の柱の発生箇所へ、原因の調査へ向かう。すまないが、キコーラもついてきてくれるか。何か良くないことが起きたのは間違いなさそうですね。幸いまだ町に影響はないようですし、今対処すれば被害を未然に防げるかもしれません。あの衝撃の発生源が青少女または魔物だった際には戦闘になることも考えられる。各自気を引き締めてついてきてくれ。先ほどのあれは一体何だったんでしょうか。ひとまず自然発生したものとは思えないな。魔物か青少女か、はたまた別のものか。一番ありえそうなのが青少女よね。随分と大きな力だったみたいだし。でも今向かってる方からは青少女の気配はしないんです。ってことは魔物が原因か。それはちょっと考えにくいな。そうよね、魔物にも強いのはいるけど、あんなことできるとは思えないし。じゃあ一体何が原因なんだよ。残ってんな。そうさな、化け物みてえに強いやつの仕業か。それまさか必要な騎士が、父さんが絡んでる。あ、いや、そうと決めつけるのはまだ早計だ。ひとまずは衝撃の発生箇所まで進み、確かな情報を得てから考えようじゃないか。そうだよな。よっしゃ、改めて気合い入れて魔物なんかぶっ飛ばしちまおうぜ。極めつけだ。じゃあ消え去るがいい。消え去るが。消え去るが。その程度。私の影は君のもとにある。これは一体何が起きたというんだ。
お前たちはなぜここに。ねえ、あの赤い人って確かルーマシーにいた。よもやこんなところで再会することになろうとはな。ヒーローの騎士バラゴナ・アラゴン。これはこれは、いやー嬉しい再会ですね。今日は随分とついているようだ。キコーラはヒーローの騎士と面識があるというのか。いやー面識っつうか、なんちゅうか水臭いですよ。剣を交え共に汗を流した仲じゃないですか。汗って、お前あの時お前は汗一つかかないで俺たちのことを軽くあしらったじゃねえか。いやいや、しかしあの時と比べるとまた一層強くなったようですね。すまない、積もる話もあるようだが、まずはこちらの質問に答えてもらおうか。一体ここで何があった？先ほどの衝撃と光は一体何なのだ？そうですね、どういったものでしょうか。実はお恥ずかしい話ですが、少々喧嘩をしてしまいまして。は？ごまかそうというのなら互いに打ち合わせをするべきだったと思うが。いえいえ、そんな必要はないんです。あなたたちが何を見抜こうと、結局本当のことをお話しするわけにもいきませんからね。待て、まだ話は終わって。いいえ、話はこれで終わりです。これ以上は追求しない方が身のためですよ。何？彼女は私と同じ七王の騎士が一人、黄金の騎士です。あれが。この意味がわかります。七王の座をいただく者同士が決闘をしていたのです。くそ、追求しない方が身のためというのはそういうことか。え、どういうこと？なんでそれで引き下がっちゃうのよ。我々秩序の気空団の団長はバルフリート団長であり、団長は七王の騎士の一人、青の騎士だ。つまり我々の組織のトップと決闘していた彼らは同格の存在。黒騎士を捕獲した時のような明確な依頼もなく、彼らを拘束することはできない。お分かりいただけたようで何よりです。黄色の騎士よ、先ほどまでの非礼についてはお詫びさせていただこう。私はモニカ、秩序の気空団第四気空帝団の戦団長補佐を務めるものだ。現在第四気空帝団の戦団長は空席であるため、私を第四気空帝団の代表と思っていただいて構わない。こちらは私の後輩のリーシャ。こちらの気空団の者たちとはすでに面識があるのだったな。ええ、それより
もしやそちらのリーシャさんは青の騎士のご息女かな？はい。でもどうしてそれを？うにゃ、突然どうしたってんだよ。リーシャさんはお父上に会いにこのダイダロイト・ベルトへいらっしゃったのでは？はい、久しぶりにファータグランデへ父が戻ってくると聞いたものですから。ですので私が七王の騎士としての彼の任務を代わりに受けたのです。それゆえに彼がこの空域に来ることはまたしばらくないかもしれません。申し訳ない、親子の久方ぶりの再会を邪魔してしまったようです。そうか、それでバルフリート団長は。父さんが。でも父さんは無事なんですよね？もちろんです。ナルグランデ空域で野暮用ができてしまったに過ぎません。そうですか。いえ、父さんが元気にしているのなら私はそれで。あの、ヒーローの騎士さんはもしかして父さんと面識があるんですか？私が父さんの娘だってすぐに分かったみたいでしたし。同じ七王の騎士なんだから面識くらいあってもおかしくねえんじゃねえか？あ、そっか、それもそうですよね。いえ、確かに彼とは七王の座をいただく以前からの知り合いです。ところで、秩序の気空団だけでなく、どうして君たちまでこのダイダロイト・ベルトに？ん？ああ、それはだな。ほほう、なるほど、ようやくですか。そうか、しかしそうですね。それならばもう。いいんじゃないかしら。ルーマシーで初めて出会った時と違って、この子たちももういろいろ知ってるもの。それこそあの人についてもね。あの人って？少しばかりお時間もいただけますかな。ルリアちゃんや B 君について真実を求めるならば聞いておいて損はないはずです。私や B さんの？私はなかなか厄介な子供時代を送りましてね。親族間の争いで子供ながら命を狙われることが日常のようにありました。そんな折、護衛として雇われ私の前に現れたのが、若くして名高い気空団を率いる青年、君の父君だったのです。な、彼は護衛として雇われた身でありながら、護衛対象である私にも分け隔てなく話しかけてくれました。同じ気空団のもう一人の青年バルフリートはあまりいい顔はしてませんでしたがね。父さんが。私は彼から剣を教わりました。問答無用の強さを持つ彼は技術というより才能の塊でしたが、
それでも彼から技を盗み、時に教えを乞い、時に剣を交え、そうやって私は剣の腕を磨いたのです。そうして時は流れ、私は緋色の騎士の名を拝命し、ルーマ市で任務に当たっていました。そんな折に彼が再び私の前に姿を現したのです。再会した彼は私にこう言いました。いつか自分の子供がお前を訪ねてくるだろう。もしその時隣に青い髪をしたルリアという少女の姿があったなら、二人には過酷な運命が待つことになる。だから二人の力を試してやってほしいと。ってことは、あの時の勝負はこいつの親父さんに仕組まれてたってのか？彼はこうも言いました。力を試した上で見込みがなければ二人を引き離してくれと。だから私はルーマシーで初めてお会いした際、剣を交えさせてもらったのです。あの勝負にはこんな裏があったのね。君たちは見事に私が思う以上の力を見せてくれました。そうして今私は一層の成長を重ねた君たちに再び巡り合った。ですから今ここで再びお手合わせを願えませんか？それは彼の父君からそのような指示があったということか？いいえ、今度は完全に私の趣味です。おいおい、趣味ってそれまた随分な趣味だな。おい、あなたの父君が私を通して残した太刀筋を今改めて受けてみたいとは思いませんか？確かに彼が団長の父君から剣を教わったのなら、それは父君の剣に近いものだろうな。いいんじゃない？成長した私たちの力で今度こそコテンパンにしてあげるんだから。あん時全く歯が立たなかったのがよっぽど悔しかったみてえだな。けどまあリベンジってんならいい頃合いだな。ちょうどでっけえ修羅場をくぐり抜けた後だ。あん時から俺たちは数え切れねえくらい視線をくぐったんだ。本当にいろんなことがあったけれど、その全てを乗り越えたからこそ私たちはここにいるんだもの。私も興味があります。父さんとライバルだった団長さんのお父さん、そのお父さんから剣を教わった黄色の騎士の太刀筋が一体どういうものなのか。俺らたちがどれだけ親父さんに近づくことができたのか試させてもらおうぜ。今の私たちの全力を、私たちがあれから積み重ねたものをここで全て出し切っちゃいましょう。試してあげましょう。打ち兜を見透かすのが肝要です。核欲の我が剣策、勝利への道とならん。キュイーン、ババ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 。ちょっと冷たいかも。いかがか。いかがき、いかがき。時は来たれに。いかがき。ここからが本気です。アーム、
切り離し準備完了。参りまーす。当たこりゃこれが氷の魔法なの。アンヤの吹雪には気をつけるとしましょう。応援の地燃料補給ウンターガングルロケットアームフローズンビジョン無駄です。兜を見透かすのが肝要です。核欲我が剣策勝利への道とならん炎月の陣破壊的しまりゃアーム切り離し準備完了。いかがき、いかがき、これがいただきの力だ。おう、失恋人、主か。我が剣策勝利への道とならん炎月の陣アーム切り離し準備完了。エナジーチャージバババババまいります。覚悟してほしいの。これが氷の魔法なの。まいります。これがいただきの力だ。もう時は来たれ失恋人主か。アンヤの吹雪には気をつけるとしましょう。応援の地ちょっと冷たいかもなの。
ウンターガングルー、ロケットアーム、フローズンビジョン、いや、やはり大したものだ。ち、分かっちゃいたが、まだまだ足元にも及ばねえか。そんなことはありません。あなたたちの力は確実にあの人の息にまで近づきつつあります。まあ、ただあの人はたった一人でこれ以上だったわけですが。つまり気空団全体の力でようやく彼の父君一人と比べることができるということか。何それ、そんなの反則じゃないの？あの人と戦った相手はみんなそう言ってたわ。理不尽だ、ありえないって。でも一人の力で勝てなくたって、それならみんなで強くなればいいんです。だな、これがオイラたちの戦い方だぜ。再び相まみえるのが待ち遠しくなってしまいますね。では七王の騎士としての任務がありますので、私はこれで君の父君に剣を習った者として成長を心から楽しみにしていますよ。まったく、とんでもない事態に遭遇したものだな。あまりの話に途中からは傍観者に徹させてもらったが、貴公は本当に一体何者なんだ？それを見つけるってのもオイラたちの旅の目的かもな。あ、またどうした、レリア？また聖少女の気配が。でも本当に一瞬で何が何だか。そういえば結局あの大きな音と揺れは騎士さんたちが戦った影響なのよね。じゃあ聖少女は関係ないみたいだし、ルリアが感じてる気配は一体何なのかしら。間違いない、これはまずいことになったな。あれ、これだけか。昨日はみんなすっごく頑張ったからお寝坊さんなんでしょうか。
珍しく全員が個室だったから誰に気兼ねすることなくゆっくり眠ってるんじゃないかしら。うんし、そんじゃ今からみんな起こしに行こうぜ。起きろっていつまで寝てんだよ。うるせえな。ったく朝っぱらから一体なんだ。お前誰だ。Alright, so 67 is done. Gonna get to 68. See you guys soon, guys. Bye!